俺は旅に出た。カイアスのように女神エトロに認められた戦士になれば運命を変える力が手に入ると思った。だから女神がいるというバルハラを目指した。バルハラを探してさまよいながら考えていた。ユールの幸せにつながるなら俺はどうなってもいい。消えてしまっても構わない。ひょっとしたら俺は心のどこかでこの世から消えたいと願っていたのかもしれない。天よりも高く思える黒い山脈、世界より広く思える白い砂漠。どこまで行っても人の姿はなく、いつまで経っても女神は扉を開かなかった。エトロ、ついに歩けなくなった。だんだん体が冷えていって、死ぬっていうのがどういうことか分かりかけてきた。その時始まったんだ。ナイル！女神、私のこと、もう忘れた？セラ！ノエルは夢を見ていたの。優しい記憶だけでできた終わらない夢。壊したのは私。ごめんね。夢はいつか覚める。教えに来てくれたんだな。一緒に進むしかないよ。ノエルの代わりはどこにもいないんだから。同じ夢を見て、同じ時を旅した。未来を変えるために。私たち未来を変えられるよ。ダメだ。え？セラ、聞いてくれ。今の夢の中で記憶がつながった。時読みの力は呪われているんだ。
ユールはたった15で死んだ。時を見ることは命を削ることなんだ。そしてセラも未来を見てる。私もうすぐ死ぬの？大丈夫だ。ユールと違ってセラはまだそんなに時を見てない。でもこれからはわからない。歴史が変わると違う未来が見える。嫌でも見えてしまうんだ。この先俺たちの行動で大きく歴史が変わったら、時が見えすぎてセラの命に関わる。ユールを守れなかったことは覚えてた。でも何があったのか思い出そうとするたびに、まるで記憶が消されたみたいに頭の中が真っ白になって。もっと早く気づいてれば。分かった。でもやっぱり私は私の意志で未来を変えたい。セラ。それがバルハラで待ってるお姉ちゃんの願いだから、一緒に未来を変えよう。急げば間に合うはずなんだよね。もしかしたらもう何も見ないかもしれない。その前にバルハラにたどり着けるって信じよう。だからこの話はもうおしまい。わかった。必ず連れて行く。まだ夢の世界みたい。出口はどこだろう。手がかりを探さないと。一度ユールのいた場所に戻ろう。キャー、あなたもここで迷子になったのね。私なんだか閉じ込められちゃったみたいなのよ。ほら、こんな時こそショップでお買い物。そんでもってここどうにかして。ありがとう。私応援してるから。
セラは俺のこと忘れないでいてくれたんだな。だからここまで来れた。